動物を置いて逃げてきたんですよ。白鳥と思われるかもしれない。いや、逃げて絶対それは言わせない。だって僕ら2、3日で帰れると思った。3月11日。3日で帰れると思った。で、20匹逃げしてたんです。で、その中にはうちの飼い犬がいたんだ。お腹大きい子。それが3月13日、帝王切開予定だった。でそれだけ娘は連れて逃げるって言ったんだけど、ダメっつって置いてきたから。だって自分家の犬だけ連れて逃げられないでしょ。他の患者さんの動物だったんですか。だから置いていくときは全部っつって21匹全部置いてきたでしょ。僕は富岡町から隣の川内に避難した12日4時間ぐらいかかって、あんな20キロ足らずの道路20キロ4時間だか5時間かかって避難して、そして一息ついてあっと思ってテレビ見たら、あの2号機水素がバーン、あれもっと逃げなさいでしょ、今度20キロになったでしょ。僕ら20キロ圏内にまだ避難してたわ。ほんで慌てて今度三春町、ここは女房の実家だからここに避難してきた。ほんで15日今度3号機ドーンでしょ。あれちょっと待てよ、俺これ帰れねえ、残してきた動物どうしよう。ほんで3月19日に腹くくって、俺明日もうダメだと、残ってきた動物どうなんだったか分かんないから行くっつって、ほんで自生の句を読んで頼むなって女房持って迎えに行ったんだ。まず一つはうちの3月13日にフレンチブルドッグなんですけど、それは帝王切開しないと絶対初産だったし生まれないと思って、子供2匹に分かってたんで、お腹の中に1匹だけ生まれるって。いやー喜んじゃった。娘には最初それ置いていくって言った時、置いて避難するって言った時、娘にはパパなんか大っ嫌い、死んじゃえって言われちゃった。あと半日とか遅かったらもう死んでたかもしれない。それポケットに入れて、あとはもうゲージに入れる。でもそれ4回だった。4でも5匹死んでた。で最後にその5匹死んでた子たちを火葬したのが、取りに行って4月の15日、4月の22日からでしょ警戒って言ってた。それまで4月の15日に行って一回回収して全部引き上げてきたんです。